皆さんこんにちは、ビデオグラファーのジェマと申します。この動画では Z30 で撮影した動画データをスマートフォンに取り込んで、スマホの動画編集アプリで簡単に Vlog を編集する方法をご紹介していきます。今回は大きく分けて3つの工程でやっていくんですけれども、まず1つ目は Z30 で撮影した動画をスマートフォンに取り込みます。次に取り込んだデータっていうのをスマホのカメラロール内でチェックをして、素材の整理整頓をしていきます。で最後3つ目はスマホの動画編集アプリを使って、今回は3つのステップで簡単に Vlog を作る方法っていうのをシェアしていきますので、ぜひ皆さんご自身で撮影された動画データを使って Vlog っていうのをどんどん作っていってみてください。それでは早速カメラの画面とスマホの画面をそれぞれ見ながらやっていきましょう。はい、じゃあまず最初に Z30 で撮影したデータをスマートフォンに取り込んでいくんですが、そのデータ転送するために使うアプリっていうのがスナップブリッジというアプリになります。このアプリまだインストールされてない方は、まず先にインストールをしてからやっていきましょう。ちなみにこのスナップブリッジっていうのは、今からやるデータ転送以外にもカメラとねスマホを接続することによって遠隔での撮影ができる機能とかもねついてますので、このアプリはね必ずインストールしておくのがおすすめです。じゃあね、アプリのインストールも完了しましたら、早速カメラとスマートフォンっていうのを接続していきます。まず Z30 の画面から見ていくんですが、メニューボタンを押していただくと、左側のねセットアップメニューっていうのがありますので、その中からどんどんね下に進んでいくと、スマートフォンと接続っていう項目があります。なのでこちらを選択していただくといろいろあるんですが、今回は Wi-Fi 接続でスマホと接続していきますので、こちらを選択して Wi-Fi 接続を開始を選択しましょう。すると Wi-Fi 接続を開始しましたっていう風なのが出て、こういった画面に切り替わりますので、その状態でスマホをここに書いている Wi-Fi 情報通りにつなげていきましょう。はい、じゃあここからはスマホの画面を見ていただいて、 Wi-Fi がつながりましたらスナップブリッジのアプリを立ち上げます。立ち上げるとこういった画面になりますので、画像取り込みのボタンをタップします。はい、すると Z30 で撮影した動画データ、写真データもなんですけれども、撮影したデータっていうのが全てここの一覧に表示されます。なのでここから右上の選択ボタンを押していただいて、取り込みたい動画っていうのを全てこんな感じで選択していきましょう。で、全ての動画が選択できましたら、下にある取り込みというボタンをタップします。はい、すると上に画像を取り込み中という風な表示が出て、今回は18個の動画を取り込んでるんですが、一つずつね、取り込みが始まっていきますので、アプリを閉じずにこの状態で待機しましょう。どうしてもね、数が多かったりとか、撮影した動画の尺がすごい長いものを撮影していたりすると、結構取り込みに時間がかかってしまうことがあるんですが、例えば私だったら少し遠出をして Vlog を撮影した時とかだと、帰りの新幹線とか電車の中で撮影したデータをスマートフォンにね移動させたりしています。Wi-Fi さえねカメラとつないで選択して取り込むボタンを押しておけば、あとは転送されるのを待つだけなので、そういった時間を有効活用してデータを転送しておけば、後々編集するときにかなりスムーズに編集作業に入れるので、ぜひ皆さんも撮影されたら比較的早い目にデータを転送しておくのがおすすめです。でこれで全て選択した動画っていうのが転送されましたら、 Z30 からスマートフォンへのデータの取り込みっていうのは完了になります。はい、じゃあ続いてここからは編集に入る前にやっておくべきこととして、スマホのカメラロール内で素材の整理整頓っていうのをしていきましょう。素材の整理っていうのは、先ほど Z30 からスマートフォンに取り込んだ動画データっていうのを一つずつチェックしていっていただいて、同じシーンっていうのを 2,3 回撮っていた場合に、その中から一番よく撮れたものっていうのを選んで残していっていただいたりとか、例えば〇〇 Vlog みたいな感じでタイトルをつけてもらったアルバムを作成して、その中に使う編集で使う素材っていうのをどんどんねこう入れていってもらって、分けていってもらうっていう作業が素材整理になります。あらかじめ編集で使う素材っていうのを厳選してフォルダ分けしておくことによって、後々の編集作業の時にかなり作業が楽になりますので、この時点でしっかりね素材の整理整頓しておくっていうのがポイントです。はい、じゃあここからはスマホの動画編集アプリを使って実際に Vlog を編集していきましょう。今回はキャップカットという動画編集アプリを使って編集をしていきます。ただ基本的にはどのアプリを使っても大差はないので、今回ご紹介する3ステップの編集方法っていうのを覚えていただけたらなと思います。で、3ステップを先にご紹介すると、まず1つ目はアプリに動画素材を読み込む。で、2つ目は BGM を入れる。で、3つ目はカット編集になります。
はい、ではスマホの画面を実際に見ながらやっていくんですが、まず一つ目の素材をアプリに読み込むっていうのは、動画編集アプリキャップカットを開いていただくと、上に新しいプロジェクトというプラスボタンがあるので、こちらをまず押しましょう。はい、で、ここでアルバムを、ね、選択できるので、先ほど、2つ目の工程の、素材整理の時に作っていただいたフォルダアルバムとかがあれば、そのアルバムからすで、に、ね、厳選している動画素材っていうのを順番に選択していきましょう。で、基本的に Vlog っていうのは時系列順に並べていただければ OK なので、撮影した順で上から順番に選択していっていただければ OK です。で、全ての素材がね、選択し終わりましたら、右下にある追加ボタンというのを押します。はい、これでステップ1のアプリに素材を読み込むっていうのが完了です。では続いてステップ2では BGM を入れていきましょう。まずはキャップカットの中に入っている音源の入れ方からご紹介していきます。ではまずこちらの再生バーですね、白い再生バーを先頭に合わせていただきましたら、下の段のツールパネルの中からオーディオというボタンをタップしましょう。はい、でこの中の楽曲というボタンをタップします。はい、するとこんな感じでカテゴリーごとに分けられたアルバムが出てきますので、まずは自分のイメージに合ったカテゴリーから選んでいきましょう。で、順番に曲を選択すると楽曲を聴くことができますので、気に入ったものがありましたら、右にある下向き矢印のダウンロードボタンを押していただいて、さらにプラスボタンっていうのを押していただくと、こんな感じで楽曲を入れることができます。ただキャップカットの中に入っている音源っていうのは一部著作権フリーじゃないものが含まれていますので、もし SNS にアップする場合などは SNS 側で BGM を設定していただくか、もしくはロイヤリティフリー BGM がダウンロードできる音源サイトからダウンロードした BGM っていうのを使っていただくのがおすすめです。で、その音源サイトなんですが、私が普段よく使っているのはアートリストとオーディオストックという音源サイトです。どちらも有料のサイトにはなってくるんですけれども、やっぱり安心して使っていただけるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。で、スマホのそのダウンロードした素材が保存されているフォルダの中から、そのダウンロードした BGM 素材っていうのを開いていただくと、キャップカットにインポートすることができるようになってますので、そういった感じで音源サイトからダウンロードしてきた BGM っていうのをキャップカットに読み込んで編集をしていくっていうことも可能です。ではここまでで編集素材と BGM の準備ができましたので、最後のステップ3ではカット編集をしていきましょう。カットの方法っていうのは2通りありまして、まず1つ目から実際に編集画面を見ながらやっていきたいと思います。じゃあまず先頭からですね、素材をこんな感じで進めていただいて見てもらい、ここから使いたいっていう位置にこの白い再生バーを合わせます。で、その素材をタップしていただくと白い枠で囲われますので、この状態で下の段にある一番左の分割ボタンっていうのを押します。はい、でこの下の段ね、タイムラインっていうんですけれども、ここに本指で、拡大したり縮小したりすることができますので、拡大してね、この細かい部分っていうのは操作しやすいように、都度調整をしていきましょう。で、今カットした前半部分がですね、今回いらない部分になりますので、こちらの素材前半の方をタップします。で、下の段ツールパネルにある削除ボタンというのを押していただくと、はい、こんな感じで今分割した前半部分というのが削除されました。これがカット編集1パターン目のやり方になります。なので後半もここまで使いたいというところで白いバーを合わせてタップして、一番左にある分割ボタンを押し、まあ、次はね、後半部分がいらないところになるので、こちらを選択して下の段の削除ボタンを押します。これでね、1つ目の素材っていうのはカット編集が完了しました。では続いて2パターン目の方法をご紹介していきます。2つ目はいらない部分、必要なところまでどん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 削っていく、縮めていくっていう風なやり方になります。では2つ目の素材、どんどん前からチェックしていただいて、はい、ここから使いたいっていう位置にまた再生ヘッド、再生バーを持ってきます。で、この選択していると前と後ろに白いこの四角のマークが現れてますので、この部分を指でタップしながら右にぐーっとスライドしていきます。するとこの前半部分っていうのがどんどん削られて、必要なところから使えるようにこんな感じで縮めることができます。これが2つ目の縮めるという風なカット編集の方法になります。なのでこの2パターンのやり方っていうのは都度ね、使い分けていただく感じになるんですけれども、まあ、おすすめとしては1つ目の分割して削除するっていうのは割とこう長めにざっくりとカットしたい時に使います。で、2つ目の縮めるっていうやり方っていうのは割とね、細かく少しだけ縮めたい時とかに使っていただくといいかなと思うので、まあ、それぞれね、やりやすい方っていうのを使ってみてください。
でここでカット編集のポイントとしてはワンカットをあんまりこう長くしすぎずに、まあ、見飽きないようなテンポ感で切り替えていくっていうのが大事になります。でもし余裕があればなんですが先に BGM っていうのをねステップ2で入れてますのでこの BGM のテンポに合わせて動画を切り替えていくっていう風なカットをしていっていただくと割とこう BGM の雰囲気とかにマッチしてすごくね見やすい動画になります。でこれで3ステップは終了なので Vlog 自体はほぼこれで完成です。なのでまとめると動画素材撮影した素材をどんどんこう並べていっていらない部分っていうのをねカット編集でカットしていっていただければ Vlog はできます。でもう少しプラスアルファでアレンジを加えたいっていう場合は例えばテロップを入れてみたりあとは動画と動画の切り替わりの部分にトランジションっていうのを入れてみたりすることも可能です。ただテロップもトランジションもあんまりねたくさん使いすぎると結構ごちゃごちゃした印象の動画になってしまいますのでまずは極力手は加えすぎずに今回ご紹介した3ステップの編集方法を使ってシンプルに作っていただくとかなりねすっきり綺麗な動画に仕上がるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ最後に完成した動画を実際に書き出ししていきましょう。完成しましたら上にある 1080p っていうところを押していただきます。でここでいくつか設定ができるんですけれどもまず解像度自体は、撮影した時のカメラ側で設定した解像度に合わせていただくといいかなと思います。でフレームレートっていうのは24に今回は設定したいと思うんですが、まあ、映画のような雰囲気にしたい場合っていうのは映画で実際に取り入れられているフレームレートの24にしていただくのがおすすめです。でこれで設定ができましたら右上にある上向き矢印ボタンを押していただくとはいこんな感じでエクスポートしていますという画面になってパーセントがどんどん上がっていきますのでこちらが 100% になるまではアプリを閉じずにこのまま待機しましょう。はいこれで動画の書き出しが完了です。はい、ということで今回は Z30 で撮影した素材をスマホに転送して Vlog を編集する一連の手順をご紹介させていただきました。こんな感じで Z30 からスマホにはスナップブリッジというアプリを使えば簡単に転送ができて編集もたったの3つのステップでできますので皆さんも Z30 で動画を撮影したらスマホに送ってサクッと Vlog を作ってみてください。皆さんの Vlog 作り応援しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。